可愛い、ありがとう。お風呂上がりですさっき髪乾かしてた。お疲れ様。お風呂入った雨。お風呂入った雨。見えてますか？なんか最近ショールームの調子がめちゃくちゃ悪い。バチンバチンなる。うん、見えてる？見えてるよ、よかった。うん、私の携帯の寿命なんですかね。猫ハートありがとう。わかんない、携帯の寿命かも。ループしてるらしい。見えてますって、ありがとう。iPhone 何？ iPhone13 Pro、 え？かなあんま正確に覚えてない。13 Pro のはず。13 Pro って今最新なんだっけ。15は出てる？ 14?15?もう2年ぐらい経つんかな、あんま覚えてない。 15?15 出てるってことは2年前ぐらいなんかな。そうだ、レンズさ3つのやつ。フィフ、え、 iPhone15 って言うんかなiPhone15。 え、充電、電池持ち良くない、めっちゃすぐ減る。あれよね、なんかだんだんさ、こう使ってたら減りめっちゃ早くなるよね。ありがとう。なんかまだ使えるから全然使ってるけど何、最大容量ってなんじゃそりゃ。バッテリーだけ変えれるよって。へえ、そうなの？携帯ショップで。バッテリーで、バッテリー、え、携帯すぐできるのかな。そんな、ありがとう。ジーもありがとう。二台持ちはちょっとな。一緒なんですよね。二台持ちとかじゃない、一台です。一台でやってますうん、写真がめっちゃ多くてね、携帯の5万枚、6万枚ぐらいあるんだけど、カメラめっちゃ消してんの、もう頑張って。でなんか iCloud のね容量がもうなくってね、もうあとなちょっとでいっぱいですよみたいな通知がいつも来るので、それが来たら頑張ってめっちゃ消すんよね、ちょっとで消してまたすぐ撮るから写真、そしたらまた増えて容量がで、そうなの、拡大、え、なんか
2テラみたいなやつ、あのもう課金してるんだけど次は2テラみたいなやつなんですよ。2テラってやつになったら多分課金量が高いんですよ月々。だからちょっとなーって思いながら頑張って消してる。動画も多い、動画より、すごい。何かに移した方が、移すものがない。困ったことにパソコン持ってないとか、パソコン使えんのよね私。なんかってません。来てありがとう。消しちゃうのもったいない。でもなんかもういらんかなと思ってめっちゃ消しとる写真、昔の写真とか。どっかに一回出してから消した方がいい。自撮りは連写か？全然連写じゃないよ。連写ってパパパパパパパってやつだよね。違う。最近はもう頑張って枚数取らないようにしてる。頑張って少ない枚数でいい顔して撮る。いいハートありがとう。ハートありがとう。ファンクラブに、ファンクラブなんか写真あげたんだけどね、全然更新されてないんだよね。今日見たんだけど、何日か前にね、なんだけど、更新してないの、まだな、更新されてないの。待ってる、私もずっと。私もみんなと同じで、私。自分で見て待ってる。検閲？え？そのうち上がるかも。全然やばくないよ。ありがとう、結婚して。うん、姉貴チョコ食べた？うん、めっちゃチョコ大量にできた。もうさ、私甘いものいっぱい食べれないんですよ。だからめっちゃ冷蔵庫に甘いもの入ってる、あの生チョコめっちゃ入ってる。お姉ちゃんに職場に持ってってよって頼んで、全然なんか量が無理、量いっぱい食べれん。おきちゃんにあげた？おきちゃんにあげてない。おきちゃんてか、なんかね、あげるあれがないよ。タッパーぐらいしかないけどさ。食べに来てほしい。メンバーにあげてないな。生チョコっていつまで持つんだろう。なんか微妙だよね。ありがとう。あなたもありがとう。
まひ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 最近よく会います。まひまひって呼んでる。ちほちゃん、ちほちゃん最近会ってないな。会ってないですね、ちほちゃん。明日会えるよね。あ、明日、そう、明日は20時から配信があります。あのアニメイトさんの、そう、コラボの件で、はい、配信があります。20時から ST48 のあのルームかな、特別配信ルーム、ん、特別配信ルームで合ってんのかな、であります。そう、ぜひぜひご覧くださいませ。そう、ちほちゃん、あかりんさん、さあやん、私、4人です。コラボグッズ買ってない。でも抱き枕とか、自分の抱き枕じゃなくて他のメンバーの抱き枕がいいな。自分のはもうねえ、自分がいてもだからな。他のメンバーの、がいいな。やばい、喉が。お母さん欲しがらん。お母さん欲しがるかも。お母さん、娘の抱き枕と寝るかもしれん。かわいい。お母さんいるかな。お母さんはグッズめっちゃ欲しい欲しいって人なんで。咳払い。あ、明日結果が出るんですよ。あのアレルギーの。なんで明日私が花粉症なのか花粉症ではないのか、何のアレルギーなのか、これは何なのか出ます。もう鼻炎とかはさ出ないのかな、アレルギーじゃないのかな、分かんないんだけど。そのアレルギーゼロって言われたら、うん、どう治療するんじゃろうって感じ。咳は出そう。うん、今の時期過ぎないよね。1001日目、ありがとう。1001。明日病院行けるか、ちょっと行けんかったら聞けれん。そうですね。治療する気あるよ。ありがとう。なんかさ、今日もレッスンでね、なんかマイク持ってレッスンしてるんだけどね、マイクでね、自分の声聞いたらガッサガサでね、本当に。もう本当にガラ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 って感じでね。
もうって感じなんで、いやね、直したいですね本当に。ありがとう初見さん、中村舞です。愛媛県出身です。あとね、なんか私はちょっとショックなんですけど、もう鼻が詰まりすぎて、なんかいびき多分いびきがやばいんですよ、わかんないけども、ってなってて、本当にもうこれ多分鼻炎の人あるあるだと思うんですけど、いびきがねすごくて、これ悩みなんですよ。めちゃめちゃ可愛い声なんだけど、いやそんなことないよもういびきが、そう、でもなんか自分が起きた時に自分のいびきで起きたりする時あるんですよ、なんかはみたいな。なんかね、ちょっと前にね、頭蓋骨矯正行ったんですよ。頭蓋骨矯正って知ってますか？なんか頭蓋骨ってこう骨が二十何パーツあって、その何パーツがこうパーって組み合わさってできてるんですけど、普段生活してたらその骨と骨の間に空気が入ってこうね、頭蓋骨がねこう膨張するんですよ。でそれをもう一回ね正しく当てはめようっていうね、こう頭蓋骨の矯正っていうのがあるんですけど、その頭蓋骨矯正に行ったんですよね。でそしたらもうそこでね、もう大爆睡してね、もう爆睡、本当にもうね、本当にいびき多分やばくってさ、いや気持ちよかったっていうか、なんか最初はめっちゃ痛かったんですよ。もうなんか最初にもう頭蓋骨だけじゃなくて体からマッサージしてくれるんですよ。もう最初手からやって、こう上半身肩らへんもやって、でこの顔もやってくれるんですよ。顔のマッサージもで顔やって頭やってなんですけど、もう本当にもう顔ももう本当にねやばかったの。もう痛すぎてうわーみたいな、もう本当に押されすぎて痛すぎてもううわーって感じだったんですけど、なんか気づいたら気を失って寝ててそれで1時間半ぐらいあったんだけど、30分ぐらいは起きてたんですけど、1時間ぐらいはもう気を失って爆睡してめっちゃ痛い本当に。なんかねマッサージとかめっちゃ興味あるんよね。頭蓋骨矯正もちょっと気になっとって行ってみたくって行ってみた。え、めっちゃすっきりする本当に。ただね、なんかその最初になんか物差しとか測って頭蓋骨が今どういう感じかなんか全部測ってくれるんですよ。でなんか、あ、なんか頭がこっちになんか歪んでますねみたいな全部ねやってくれるんですけど、でなんかその次になんか写真撮影があるんですよね。その施術前に写真撮影があって、で終わった後にも写真撮影して、で写真をこう見て、ほらこんだけ変わりましたよってのをやってくれるんですけど、もう本当にもう寝起きだからもうこんなもうえ、もっと目を開けてくださいって言われて、すいませんってかって頑張ったんですけど、マジでねもうこんな目がめっちゃ細い、こんな写真が撮れて、え、そうよなんか頑張ってみたいな感じで写真撮影
え、やばい。で、いや、こんだけこうなりましたよっていう、そう、あ、そう、ビフォーアフターを見せてくれるの。いや、もうあの写真はね、消してほしいですね、本当に。で、なんか、いりますかって言われて、エアドロップしましょうかって言われて、大丈夫ですって言って、そう、帰りました。もう自分でもあまり見たくないぐらい写りが悪かった。なんかアフターの方が目がちっちゃくなったみたいな目開いてないみたいな。かわいいクッキーありがとう。うん、あの写真はどこに行くんでしょう。いや本当にね、アフターの顔やばかった。アフター大丈夫みたいな。頭が変わってたの。なんかね、物差しでまたやってくれるんですよ。で、整いましたっていうね。整いました。胸行きたいか。痛かったんだよね、マジで。本当に、なんか、そう、そう、でなんかね、なんかこの辺が盛り上がってますって言われたんだよね。だからさ、結構さ、ショック受けたんだよね、私。盛り上がってますね。むくんでるみたいな。ありがとう。もうね、痛かった本当に。でもマッサージって痛いもんだからね、しょうがないよね、我慢しないとね。また行こうかな。痛い方が効いてる感じはすごいするんだけどね。足裏？絶対無理。私さ、小商売人間だからさ、前マッサージ行った時小商売すぎてさ、笑いが止まんなくてさ、もうみたいな、もう肩震えながら、もう小商売くてやってらんない。笑っちゃう、めっちゃ。あ、くすぐったい。そう、くすぐったい。ありがとう。痛いよって言ってる。
いやもう小島、小島さんが先に来る。マッサージ大好き。もうずっとマッサージしてたい。あ、してたいとかしてもらってたい。本当にもうずーっとマッサージしてもらいたい。マッサージ屋さんに行ったらさ、めっちゃいつも考えることがあってさ、この今私のことをマッサージしてくれる人は、この私をマッサージすることによってまた肩が凝ったりして、この人もすごい凝りに悩んで別のマッサージ屋さんに行くんだろうな、そしたらそのまたマッサージ屋さんでマッサージした人がすごい凝るんだろうなって、あ、そしたら永遠に凝った人が出てくるっていうループが生まれてしまうなって永遠に考えちゃう。無限コリループね、なるよね、経済回る、マッサージで。っていうのを考えてたらずっと頭がぐるぐるしちゃう。うん、おやすみって言ってる。待って、58分だった。ごめんね、酔った。ちょっと壇上見ます。はやりんごさん、あずゆいさん、あずゆいさん、はやりんごさん、ミッキーさん、マサさん、タロスさん、もとまちさん、東京のスワンさん、福太郎さん、シーサーさん、まいちゃんめっちゃ可愛いから、広島愛にくねコーラさん、かまねパパさん、プリリンさん、キヒリヒさん、ありがとうございます。見てくれてありがとう。明日は金曜日です。なんかさ、祝日あったから1週間早く感じない？そうでもない？明日は金曜日です。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また明日です。そう、明日は20時に、そう、STU のルームで配信があります。おやすみ、おやすみ。クッキーありがとう。ありがとう、ありがとう、見てくれて。また明日。ゆっくりおやすみ。いっぱい寝ろ。いっぱい休め。元気になれ。また明日。 Love you. おやすみ。